はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に S カップってやつをですね混ぜて飲んでみました。俺たちがセブンで買ったんですけども、お値段がですね結構こう抑えめでして、確か100円台だったと思いますけど、結構お安く飲めますね。で、匂いはですね完全にリボビタン D でして、味も正直リボビタン D でした。だってもう見た目からしてもリボビタン D ですからね。まあ、リボビタン D よりもちょっと色が若干濁ってるかなっていう感じがしなくもないですが、基本的に見た目も、匂いも味もリボビタン D と同じで、多分こっちの方が安いですから、大変コスパの良い食品になってるんだなと、食品じゃないですね、ドリンクになってるんだなと思います。今日はですね、なんかネット上で話題になっているこのカップヌードルの餃子ってやつをですね、あのご飯と混ぜてというか、これをおかずにして食べてみようかなと思います。なんだかこれネット上ですごい話題になっていて、まあ炭水化物なんですけども、まあ、僕炭水化物をやめると言って全然やめてないので、まあ一日一食にはしようと思ってるんですが、まあちょっとせっかくなんでね、あの私も一応 YouTuber ですから入りに乗ってですね、入りに乗ってって言っても、さっき YouTube であのカップヌードル餃子で検索してもあまり動画出てこなかったんですよ。これは実はあまり流行ってないのか、それともまだなんて言いますか、ブルーオーシャンなのか、ちょっとどっちかよくわからないんですが、まあ今日はこれをですねネタにして白いご飯を食べて、それをまた動画アップしちゃおうと思います。はい、では今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。